はい、こんにちは。ザ・ゲームギャルチャンネルの春99です。今回はボードゲームニュース2020年10月18日版をねお届けしたいというふうに思います。そろそろですね、ゲームマーケット2020秋が近づいているということもありまして、国内メーカーさんから今週もたくさんね製品が出ていますので、そういったことをね中心にお届けしたいというふうに思います。The Game Gallery。はい、というわけでですね、ボードゲームニュース2020年10月18日までですね、国内ニュースの方からお届けしていきたいというふうに思います。まずこちらですね、アグレさんですね、マリポーサ完全日本語版ですね、こちらの方がアナウンスされました。いやー早かったですね、あっという間な感じですね。こちらの方はね、いわゆるね、ウィングスパンのね、デザイナーさんのね、エリザベスさんですけども、あの方の最新作ということになっていましたね。まあ非常にね、蝶のね、アートワークが目立つ箱ですけども、基本的にはこの蝶がですね、このアメリカ大陸をバーッと移動していくんですね。で、移動していくときに、春、夏、秋のね、3フェーズがあるので、それぞれに蝶がどういう状態になっていればいいかということが、まあゲームごとにね、指定されているので、それを見ながら移動すると。まあウィングスパンのね、各ね、フェーズごとの特典っていうのが出てたと思いますけども、あれによく似たシステムのところで、この蝶の動かし方ですね、なかなか独特なカードアクションになってますね。そこのところをコントロールしながらプレイするというのがですね、特徴のゲームになっていましたね。先日のですね、ライブの方でね、私プレイ英語版の方でしましたので、ご紹介していますが、まあやっぱりかなり軽い方に倒したファミリーゲームとして面白いんじゃないかなというふうに思いますね。こちらのマニフォース早々とね、10月19日発売なんですね。もう1ヶ月ぐらいなんですね、ということになっていて、海外の方ではそろそろある一定以上は出回っている、564ですかね、まあ一定以上出回っているようですけども、ベスト人数が3人で 7.4 という形になっていて、重さが 1.91 ですから、私もそんな感じですね、2キルぐらいの軽さかなというふうに思って、非常にプレイしやすかったので、こちらの方はね、いろんな方にプレイされるゲームなんじゃないかなというふうに思いますね。はい、でお次こちらですね、いやーやっとですね、これ待ってましたねということで、ゲルハウルト・ヘイトさんのですね、アンドルンデンス・リートブルグ工場戦ですね。いやーこれね、楽しみにしてたんですよね。まあようやくですね、発表されたということですけども、テーマがですね、ちょっとこれ変わってまして、ここのとこ書いてますけども、アンドルの伝説がテーマのですね、タワーディフェンスならぬ強力タワーアタックゲームですよと、こういうことになってるんですね。どういうことかというと、こういう形のアートワークの箱になっていて、要はこれリートブルグのお城なんですけども、この左右3箇所ずつの6箇所ですね、6箇所の試練があって、ここのところのうち4箇所をクリアしましょうというのが目的なんですね。で、一定のこのデッキがあるんですけども、これが各プレイヤーのところが自分のカードを使い切るたびに、まあ、手札に補充するんですけど、補充するたびにめくられていって、それによってここが補充されてしまうんですね。で、この補充の山札が尽きてしまったらゲーム終了条件に入ってしまうので負けと。つまり手札はガンガン調子に乗って使ってしまうと、敵もどんどん補充されていって、そのうち尽きてしまうと負けちゃうと。こういう仕掛けになってるので、山札が尽きないようにいかに手元のところをうまくコントロールして、この試練を乗り切っていきましょうということが今回主眼になっているゲームでした。で、これまあ非常によくできていまして、まあね、チャダとかね、ソーンとかね、非常におなじみのキャラクターもあるんですけど、それなりのですね、能力も使えるようになっていますし、難易度調整も結構これいろいろパターンがあるんですね。その敵の出るスピードがどのぐらいになるかっていう難易度調整もよくできていて、非常に慣れたプレイヤーだったら一番辛いモードの方でギリギリ勝てるかどうかなんていうことがですね、調整できるというぐらいになってるんですね。で、この試練のカードパターンもかなり多いので、あっという間に倒せるものから、この条件今回だと厳しいななんていうものもあるんですよ。要は盤面の状況に応じて試練の難易度は変わるなんてもあるので、じゃあこの試練は一旦置いといて、他のやつのモンスターとか倒しておいて、もう一度この試練に戻ってくれば倒せるよねなんていうね、検討しないといけないという要素もあったりするので、これかなりね、遊べる方多いんじゃないかなと思います。で、実はこういうと簡単そうですね。他を倒してきて戻ってくると簡単になってると言ったんですけど、戻ってくる、要は行ってきたりする間に手札を使っちゃうんですね。そうすると結局さっき言った山札の補充が始まるので、ゲームの、ね、終わりが近づいてくるんですね。いかにここをうまく効率よく進めていくかというあたりがですね、非常に憎いゲームになってるんじゃないかなというふうに思います。で、こちらね、よく言いますけどね、このおなじみのね、ゲルハート・ヘスさんですけどもね、同じアンドルの伝説のこのチャダ&ソーンですね、これ2人用のゲームの、この時のカードのね、動かし方と非常によく似てるんですね。なんで、これがお好きだった方、これ2人用ですって、ベスト1人になってますけども、これ1ないしは2人用ですけども、これがお好きだった方は、かなり今回のこちらアンドルの伝説のリートブルグ工場戦もお好きなん
んじゃないかなというのを思います。私ね、チャダーのソン大好きだったんですね。なのでこちらのも大好き、実はこれも私元の番でやっているんですけども、それなりの回数やらせてもらって、いや毎回ギリギリでね、勝つとか負けるとかね、やっていましたので、これはね、いろんな方におすすめできるんじゃないかなと思いますね。こちらの方も11月の19日同じですよね、もう、ゲームマーケット前後になってますけどもね、こちらの方も出てくるのが楽しみな作品ですね。いやーこれいいですよね。去年ね、発表されてからね、非常に気になっていた作品ですね。であとこちらですね、エラッタの方がですね、更新されていましたね。ルート拡張のさざめこ川のけだもの戦記、完全日本語版のね、一部修正が入っていましたけども、10月の16日にね、改めて追記ということで、入門ルールブックっていうところと、このね、派閥ボードの方のダウンロードできるタイプでですね、このダウンロード版ですね、この辺のやつのデータのところが、10月16日の方に変わっていました。結構ね、追記が新しくされているので、やっぱもともとのやつがね、新しい版になってる、なってないというのは結構混乱があったようなので、こちらね、ルート拡張のところのプレイされている方のところを改めてね、以前のところにも一度ご紹介ね、10月1日あったので一度ご紹介していましたが、10月16日の方に新しく追記されていて、もう結構変わってますからね、強さとかがね、変わっているので、こちらの方は改めて見た方がよろしいんじゃないかなというふうに思います。実際のところね、こっちのね、ルートのね、拡張セットのところではね、こっちのフォーラム含めてね、202ですからね、もうフォーラムのところでルールはね、かなり混乱もともとしているんですよね。こちらの方のね、元のオリジナルの方から見ても、こっちのフォーラムは2821ですからね、中を見てみても、ルールのところだけでも1142のね、スレッドも立ってますんでね、まあ、大元からごちゃごちゃしたゲームだということは、まあ、同時に愛されてるってことですけどね、ありますのでね、必ずルートの拡張セットをプレイされてる方は、10月16日にね、新しいエラッタが出ているので、こちらの方もチェックした方がよろしいんじゃないかなというふうには思いますね。さあ、そしてね、次ホビジャパンさんですね。ホビジャパンさん、これまたびっくりしましたね。絶対出ないとね、もう思ってたんですけども、ヌースフィヨルドの拡張セットですね、カレーデッキ、これヒラメだとかいろいろ言ってましたけど、カレーなんてですね、カレーデッキが新しく増えましたということがアナウンスされましたね。いやーもうね、ごめんなさい、正直ね、絶対出ないなこれはと思っていたタイミングだけにびっくりしましたね。何がびっくりしたかというと、まあ元々のヌスフィヨルドね、もちろん2017年のリリースされた作品なんですけども、こちらね、ヌスフィヨルドのね、拡張デッキのこれがね、さっき言いましたカレーデッキですよね。でこのカレーデッキのところ、私評価8つけて非常にまあ評価していて面白かったわけなんですけども、2018年の秋に出たので、国内含めてあちこちの流通はもう去年の頭ぐらいしてたんですね。私2019年の春頃とか夏頃にこれ面白いなって話をして、散々プレイした記憶があるので、まあ、それから丸々1年以上経って、拡張が出るというのはなかなかない経験だったので、これは非常に驚きましたね。ヌスフィヨルドが持っていてお好きな方であれば、これマストの拡張セットなので、特に元々のお金のね、ちびっこいやつがね、取り回ししづらいので、このねコインが非常に取り回ししやすくて、この拡張デッキのところも新しいねタイプの拡張カードが入っていて、ちょっとの特殊なね、いつ出すかっていうね、タイミングによって効果変わるっていう建物が非常に魅力的なデッキなので、これはですね、まあ元々のやつがお好きであれば買い足しても間違いない拡張セットじゃないかなと思います。個人的にはかなりおすすめですね。ちなみに先週もお伝えしましたけど、もう海外ではサーモンデッキも出てるんですよね。なので海外は1年お休みして、2019年は出なかったので、もう拡張出ないのかなとね、思ってたんですけども、1年お休みしてサーモンデッキなんても出てるんで、こっちもねコインついてるんですね。25枚のメタルコインと新しい44枚の建物というのがね、入ってるってことになってるので、まあ、どっち買ってもねコインはついているようですが、国内の方は一つ手前のねカレーの方の拡張デッキの方がアナウンスされたということになっていましたね。まあこうなればね、サーモンの方もね、そんなに時間をかなげても出てくれるのかなと思いながら、私はもうサーモンを海外のイギリスの方に注文してしまったので、またまた海外の方でプレイすることになりそうですが、元のヌスフィヨルドがお好きな方であれば、ぜひぜひこれはね、まあ、個人的に本当にヌスフィヨルドね、ウベローゼンバーグさんの中でも私ね、もう3本に入るくらい好きなんですね、これね。彼のゲームの中でも本当にすごい大好きな作品なので、これはいろんな方にプレイいただきたいなというふうに思いますね。でもう一つですね、ホビジャパンさんの方はこちらはですね、リネイチャーですね、こちらの方もアナウンスされていて、近々ですね、発売のね、取り次ぎが始まりますよということがアナウンスされましたね。こちらですね、クラマーキースリングさんのね、作品なんですね。クラマーキースリングさんの作品といえばね、今ケンビルさんの方で予約受け付けているパリですよね。このパリとリネイチャーが、まあ、今年日本で流通する日本語版なのかなというふうに思いますが、こちらの方のリネイチャー
ちゃんの方がホビージャパンさんの方からアナウンスされてましたね、動物のドミノ配置と植えた、ね、樹木のマジョリティ争いのゲームですと。もう動物と樹木がねエリアを取り合うのかっていうね非常に変わった作品ですけども、こちらの方もアナウンスされてましたね。これ私あんまり実はチェックしてなかったんですね。あのキースリング・マークラマンさんの作品なんだなということはもちろん知ってたんですけども、この配置系私あんまりね得意じゃないので、ここのところにタイルをねドミノ的なものを配置していくんですけど、ドミノ系のタイルの配置が実はそんなに得意じゃなかったので、まあ一旦ちょっと様子見しようかなというふうに思ってはいますが、まあこのお二人の作品なんでね、そんなに重いガツガツの作品最近作らないので、まあ今評価がね33しかないんでまだまだ分かりませんけども、そこまで重くないゲームなんじゃないかなと思ってますんでね、このキースリングクラマーファンの方にはね見逃せない作品じゃないかなというふうに思いますね。国内の方ですねまだまだありまして、こちらエンゲームさんですね。エンゲームさんの方からですね、It's Wonderful World のですね高配と流星の製品が届きましたということになっていますね。まあこれね、一応契約の方でキックスターターでの流通が先ということになっているようなので、キックスターターの流通がね1回出回ってから国内の通販が始まりますよということがアナウンスされてましたね。まあ、あのゲームマーケット等の方ではね、あの販売ができるかもということをおっしゃったので、ゲームマーケットの方で入手可能かもしれませんけども、まあ、もうちょっと先にはなるが、もうこの後輩と流星の方もできたということになっていましたね。まあ、これ箱円とかありますけどね、新しいね、4つのカードですね、大量生産とか、後輩とかね、ペアコンボとか、巨大プロジェクトっていうね、完全に新規のカード系も入っているということが売りになっているので、こちらいつワンダフルワードね、もう何回も言ってますけどね、もう新しいドラフトのね、ベーシックになるんじゃないかなというね、ことを私何回か言ってますけども、基本のところやっぱり非常にベーシックなんですよね。もうスタンダード中のスタンダードになっていて、もう一個前に出てた拡張セットはね、シナリオ系だったんですね。で、まあ、シナリオまではやらなくてもいいから、もうちょっとコンプレックスのね、まあ、複雑なものが欲しいなという方には、この後輩と流星が非常にいいんじゃないかなと思っていて、個人的にも非常に注目しているゲームではありますね。プレイ時間も30分から45分なので、オフィシャルのプレイ時間は伸びている感じではありませんね。で、本当に国際ことね、この世界の方と流通タイミングが同じなので、全然ボードゲームギークにもまだ評価はありませんが、It's Wonderful World がお嫌いじゃない、プレイしてね、よかったなという方は、持ってていいんじゃないかなという拡張セットにはなってるというふうに思いますね。そしてこちらテンデスさんですね。まあテンデスさんもね、そろそろいろんなものを準備してると思いますけども、こちらの方テストプレイっていうのがつぶやかれてましたね。最近いろんなメーカーさんね、自分とこが出すやつとかね、出そうかなと思ってるやつをこの手のね、やってますよみたいな流すんだんだん流行りですよね。まあそんな感じがしておりますけども、田中さんとこもドラフトかけるね、4X マルチですね。まあこのね、さあ、研究して、開発して、デストロイするよみたいなね、いつものパターンですけども、4X マルチのジェネシアをプレイ中ということになっていましたね。まあ、4X ね、私個人的にはとても苦手なジャンルではあるんですが、このジェネシアですね、まあ、基本的にカードドラフトが採用になっていて、プレイヤー同士のインタラクション非常に多いタイプの文明配置系ゲームですよと、古代、中世、現代の3時代に分かれてプレイしていきますよと、その時代ごとに6枚カードを受け取って、そのうちの5枚をね、使えるようにドラフトしていきましょうと、まあ、こういうことになってるんですね。でその点ところの中のこのエリアの取り合いというところが非常にインタラクションが強くて、この独特の構造ですよね、非常に独特の構造があって面白いですよというのが今の前評判のようですね。ただし最もねこのエリック、ね、ラボルさんですけども、今回デビューなんですよね。なので、過去作からちょっと推し量るということはできないので、どんなゲームに仕上がってるかっていうのは楽しみでありつつ、ドキドキしながら今しばらく完成待つと。40分から100分ですからね、今のところねそれなりに重たいゲームだということになっているようなので、まあ、カードドラフト中心だということもあるので、カードドラフトはね私目がないんですよね、もうよく言ってますけどね。なのでカードドラフトの文明のねこの発展系だと言われると、おむむむむむと思ってしまったりするので、こちらの方も販売を楽しみにしているという形になってますね。なんで今週はアークライトさん、ホビージャパンさん、エンゲームさん、テンデーズさんとね、まあ、非常に国内のボードゲームの U のね、皆様方がそれぞれの新作の方の情報を出してきたという1週間でございました。さあここからですね、海外情報ですね。まあ、あちこちの方でねもうすでに紹介が始まっているように見えますが、ワンスモールステップですね。まあこれね、小さい一歩だけどね、人類にとって大きな一歩だよみたいなね名言がありますけども、ワンスモールステップのボードゲームの方が注目を浴びているようですね。2人から4人ということになって、ベスト2人となっているようですが、
これなかなかね、面白い仕掛けになってるんですね。まあ、1人または2人のプレイヤーのチームプレイなんですね。で、チームプレイになっていて、それぞれのプレイヤーが、まあ、エンジニアとかですね、まあ、労働管理者みたいになっていって、ターンごとにチームメイトと行動をね、調整して、お前何しよう、俺何しようっていうのを調整しながら、ボード上にエンジニアとかね、まあ、管理者のワーカーを配置していきましょうって、まあ、基本的にはワーカープレイスメントタイプなので、チームベースのワーカープレイですよと。こう不思議ですよね。チーム単位のワーカープレイなんで、個人じゃないんですよね。このなかなかないんですね。チーム戦のワカプレですよということになっていて、まあ、そこのところでやっていた時に宇宙船を募集したりリソースをアップグレードしたり宇宙飛行能力を開発したりっていうところもありますよ。でカードのところは一部ドラフトも組んでますよっていうのがあって、カードドラフトプラスワカプレのチームベースですよっていう、こうありそうでなかったようなものをくっつけたという形になってますね。で最終的には宇宙へのミッションを成功することによって、まあ、勝利ポイントを獲得できますよと。で何度か打ち上げするようなので、打ち上げに成功するごとに自分のチームだけでなくて相手のボード上のアクションもアップグレードしていますよ。つまり相手も良くなっていきますよとね。だんだん科学は進んでいきますからっていうことがあって、それを繰り返していくと最終的に有人ミッションの打ち上げが成功し、ライバルより先にね、初の有人の月面着陸を達成できるとボーナスのビクトリーポイントを獲得してゲーム終了ですよと、まあ、こういう風になっていました、ね。まあ、なかなかね、面白いテーマの作品じゃないかなというふうに思いますね。まあ、教育にも使えるんじゃないかなとかね、まあ、折りが書いたりしてますけども、チームベースのワカプレプラスドラフト戦っていうので競い合うっていうのは本当に効かないジャンルなので、これクラウドファンディングのキックスターターの方で始まるようですけども、これはちょっと手配しておきたいなとね、個人的にも思う作品ですね。でもう一つこちらですね、ようやくこちらの方もだんだん情報公開されていきましたけども、サンノブフェリエルですね、こちらの方が出てきましたね。サンノブフェリエルってね、この森山湖の豊かな土地のところなんだけど、すごいね、汚染の脅威がさらされているということで、各プレイヤーはね、それぞれ自分のところで汚染と戦いながらね、自分のところのエリアをいかに守っていきますよというね、こうね、タワーディフェンスっぽい要素があるゲームなんですね。なんでセミコーポレートになっていて、なぜセミかっていうと、汚染振動一定以上やられてしまったプレイヤーは敵になっちゃうんですね。なんで裏切る可能性のあるセミコーポレーティッドですよってね、協力ゲームですよっていうのが非常に独特のノリになっているということになっているので、それのどういう状況になったかによって最終ゲームのエンディングがこうありますよということになっていましたね。いやこれもね、ようやく情報そろそろ解禁されていて、これタブラゲームさんですね。タブラゲームさんといえば最近ね、いくつか出てますけども、このインベージョンとかイカイオンとかミステアとかですね、まあ、サンクチュアル・オブ・ザ・キープ・エラーとかですね、ボルフェリオンとかね、私結構ね、好意にしていただいているメーカーさんなんですけども、そろそろ2021年度のこのサンド・オブ・ウェアウェルのね、情報が出てきて、そのうちキックスターターが始まるよなんていう声も聞こえてきましたので、これも今回はまたまた気になる作品じゃないかなというふうに思いますね。なかなかね、不思議なね、プレイ選択要素を用意してるんじゃないかななんていうふうに思いますね。で今週のね、海外新作はこの2つでした。さあ、で今週のキックスターターですけども、一つ目こちらはですね、これなんだこりゃって感じですけども、兜相撲ですね。兜の相撲ですか的なノリがあるわけですけども、まあ日本はですね、春になったらですね、まあ、カブトムシが出てきてですね、野生のカブトムシが頭を突き合わせてですね、まあ、力を誇示しましょうなんていうことがテーマになっているということになっているんですが、いわゆるこれ押し出し型のまあアクションっぽいゲームになっているんですね。まあ、アクションというか、そのアクション性はあんまないんですけども、このね、カブトムシがね、中にいるわけですけども、こいつをいかにうまくコントロールしながら押し出していきましょうっていうことの、まあ、全然ゲーマーズゲームでは全くないんですけども、このコンポーネントとこの押し出すところがね、動かせるんですよね。で特殊能力をどうも持ってるらしいので、このあたりの不思議なアイディア勝利ですよね。この辺のところの面白さっていうのが気になっていて、まあ、そんなにむちゃくちゃな値段ではないので、もともとだと30ドルぐらいですからね、まあ、すごい、全部入れて拡張セットを入れても44ドルぐらいなので、まあ、一つ手元に持っていてもいいかなというふうに思いますね。で特にこのアートワークいいじゃないですかね、この兜相撲のね、この兜ですからね、チャンピオンベルトつけてますからね、このアートワークデザインすごいなとまあ思うわけですけども、こちらの方のキックスターターが現在始まっていますので、ファンチャンモリアさんですからね、まあそらそうだって感じですけどね、クリプティッドとかね、まあ、サイドリアルコンフルエンスとかね、カタコンブとかね、まあ、この人のファンの、ね、方多いと思うんですけども、ファンチャンモリアさんのこの
カブト相撲のねアートワークにやられた人はキックしてもいいんじゃないかなと、私もねこの人好きなんですよね、いうふうに思いますね。でもう一つこちらですね、こちらクレセントシティカーゴですね。こちらの方で、まあ、入寮人数がテーマになっていて、ここがね、まあ、ミシシッピのね、まあ、重要な拠点ということになってるんですけども、まあ、プレイヤーは国内の鉄道とかね海外の貨物船との有利な契約を結ぶために、まあ、競合する物流のね会社とですね競争しながらドックに積み込まれるね荷物を待っていて、いつそれをね輸出すればいいかなんていうのを競いましょうなんていうことになってるゲームですということになっていましたね。もともとねこのデザイナーさんのところで前もね船のゲームを出しているので、まあ、お船のゲームを好きなのかなってことになってますけども、今回も同じようなアートワークの感じで新しい船のゲームを出してた前だね、このキャプテンオブザガルフですよね、こっちのねこれ海底からね物を持ち上げるゲームだったと確か思いますけども、今回の方は湾岸の王をテーマにしたやつが出てきましたということになってて、まあ、両方ともまとめてねキックできるっていうやつもありますし、単独のこのクルセンドシティカーゴだけをねキックできるというパターンもあるので、まあ、どうしようかなという感じにはなっていますね。2人から4人用になっていて、エリアマジョリティとピックアップデリバリーですね、まあ基本的な話ですよねいうことになっていて、いやーちょっと多いんですよね今ねキックの作品とかね新作が多いのでどうしようかなと思いますが、あのスピルワークさんですからね、まあそれなりのデザインで作っていると思いますし、最終的にデベロッパーの方で、まあ、国内も天然さんあたり入れてくれるんじゃないかなというふうに希望的なことを思ったりもしますが、まあ、キックの方で蹴っていても悪かないんじゃないかなと。59ドルで、来年の春4月ですね、来年の4月ということになっていますね。まあシッピングがそこそこしますからね、モーストオブエイジアとオーストラリアですから27ドルぐらいですから、元のまあ59ドル版のやつをやるとそうですね90ドルぐらいで、まあ9000円ちょっとかなと、まあ国内の天然さん当該入られてもそのぐらいのような気がしますが、まあ、9000円前後ぐらいかなという形にはなっていますね。まあスピルワークさん大体そんな感じですけどね、まあ送料が今高いですからね、まあ、それで27ドルだとお得ような気がせんでもないですが、こちらの方のプレゼントシティカーゴの方が出ておりましたね。こちらもねスピルワークさん私結構好きですからね、今回の方も要注目ということになってますね。キックスタートの最後こちらですね、プロジェクトエルフィナスですね。プロジェクトエルはねもうねしばらく前の方でもザ・ゲームギアの船をご紹介しておきましたけども、この不思議なねこのタイルの空きのところを取っていってね、でその時についでにパーツももらってたりして、それをいかにうまく埋めていくかっていうね、これ埋めていくことによって新しいパーツがどん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 手に入っていくので、それぞれ埋めていけばいいですよっていうことになっているんですけども、まあ、こちらの方はね、まあ、ゲーム中にねより多くのポイントを得るための新しいゴールが設定できるようになりましたということになったので、今までの集めてその型をテトリス的に埋めるということからより幅広い戦略ができますよということになっている、まあ純粋拡張の方向ですよねっていうことになってましたね。で、まあ、一ついいのはこのプロジェクトエルのキックスターターだったんですよね、もともとね。でその後なかなかちょっと手に入りにくくて私も探してたんですけども、まあ、見当たらないなというふうに若干思っていたので、今回のキックスターターのところで、まあ、当然本体も買えるんですよね。こちらですね、こちら本体も買えるパターンですね。パックのところが49ドルってなったりして、まあ、新しい拡張だけだと15ドルとか、マスターですね、このフィネスとゴーストピースとね、これ両方買えるのだと64ドルっていうのがあるので、まあ、本体を買い逃していて今回も買いたいなということであれば、この49ユーロかごめんなさいね、49ユーロの方を手に出すのがいいのかなというふうに思いますね。まあ、プロジェクテールそのものはね、もう面白いのは間違いないので、まあ、こちらのところにいかにですね、この拡張セット付きをね、買うかというところで気になってた方は、この際手を出してみるのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。いや私もこれ欲しいんですよね。あの本体そのまま非常に面白かったのでこちらも欲しいのでちょっと今悩み中というところになっていますね。で最後ね、今週のピックアップですね、国内のお店ですね、スタピドさんというお店がですね今回新しくできましたということが学習の方で流れていましたね。まあ、いわゆるオーガナイザーとかね、まあ、その手のですね関連グッズを販売するお店ということになっていて、アグリコラですね、まあ、動物の牧場たちのですねオーバーレイセットとかね、まあ、その辺のところを幅広く扱っているということになっていましたね。マナカイブのですねオーガナイザーとかも発売されたりするので、まあ、最近やっぱ国内では内箱屋さんとかね、いろんな方のところで、まあ、こういったオーガナイザー系のところねすごい増えてきたと思いますけども、新しいねお店ができたということなので、まあ、皆さんの方でもね、まあ、最近細かいパーツ多いゲーム多いですからね、まあ、気になる時にはこうしたお店の方をご覧になってみるのもいいんじゃないかな。もう国内送料がね、まあ、無料だというのが一つの特徴なようにも今拝見されますが、こうしたところを見てみるのもいいんじゃないかなと思いますね。
個人的にはですね、私あのオーガナイザーそんなに買う方じゃないんですけども、このエティシーですね、この ETSY ですね、私個人的にはこちらをまあ使うときには割と使ってまして、こちら本当はですね、まあ、個人が作ったね細かいもの何でも売ってるところなんですけども、かなりいろんなものがありまして、こちらの方にボードゲームオーガナイザーっていうね単語を入れて検索すると、まあ、ボードゲームのねオーガナイザーの方で一気に検索されて出てくるわけですけども、これがねかなりいろんなものがあるんですよね。でここのところが割とまあ海外から送ってくるんですけど、まあ、そんなにむちゃくちゃな送料じゃなかったり、あるいは本当大丈夫なのかなともいつも思うわけですけど、まあ、送料無料のものがあったりして、いろんな本当にいろんな世界中の人が知恵を絞ってこのオーガナイザーっていうのねいっぱいあるんで、こちらも見てみるのは時々楽しいですね。私も今もあのカードのねあのスタンドとかねいくつか頼んでいるのもありますけども、まあ、当然数作ってるもんじゃないのでこちら非常に高かったりするわけですが、いろんなアイディアとかが詰まっているので、こちらのねこのエッツィの方も見てみるのも非常に面白い。本当にいろんなオーガナイザーね、もう考えに考えましたなんていうのがあって、これもちょっと面白いんですね。この縦並びのね非常に不思議なカードホルダー、横幅を取らなくて後ろ向こうにブーッと並べているだけなんですけども、まあ、こんな感じでずれて使ってもいいんじゃないですかっていう形があって、私レビュー用のサンプルに使えないかなと思って、まあ、今手配したりしてるわけです。これロシアから来るんですけどね、いうのがあったりして、まあ、こういった非常に他では見ないようなオーガナイザーもかなりたくさん売っていたりするので、まあ、こうしたエッティとかですね、まあ、今回新しくできましたスタピドーなんかさんをね、まあ、こういったところをご覧いただいたりして、まあ、自分だけのね、まあ、オーガナイザーなんていうのを準備してみるのも面白いんじゃないかななんていうふうに思いました。The Game Gallery。はい、というわけでですね、ボードゲームニュース2020年10月18日配信版をお届けしました。まあ今週もね国内情報が本当にたくさんありまして、ゲームマーケットが近づいてきたんだなという感じもしますし、エッセンデジタルが間もなくなんですよね。で、私見てるんですけど、エッセンデジタルのサイトね、今回本当にリストだけしかなくて、もうなかなかピンとこないんですけども、そっちの新作も、まあやっぱりお店にはそろそろ11月に来た時にね、海外ショップで出回るんじゃないかななんていうふうに思ったりもしますので、そちらも合わせてこれからもまだまだ注目な時期じゃないかななんていうふうに思いますね。はい、というわけで今回はボードゲームニュース2020年10月18日版をお届けいたしました。ザ・ゲーム・ギャラ・チャンネルの春99でした。